本日は 2AW 後楽園ホール大会意気込み会見へお越しいただきましてありがとうございます。ただいまより記者会見を開始させていただきます。はじめに新設するベルトのお披露目から始めさせていただきます。それでは豊田会長よろしくお願いいたします。はい、どうも本日はマスコミの皆さんありがとうございます。この度団体名を6月の2日に、2AW と変えて、海体道場時代のシングルのベルトこれを封印しまして新たに 2AW 無差別級としてシングルのベルトを新設させていただきます。その団体の象徴でありシンボリックなものでございます。これを巻く王者はその団体のうちの顔になります。皆さんぜひ9月の1日トーナメントを勝ち上がってきた4人の戦いこれをご観戦に来ていただければと思います。6月に新しく団体名が変わって千葉密着を掲げたんですけど、その最近ようやくこの 2AW が千葉密着の活動できてるなっていうふうに感じてます。この間の千葉城でのプロレスであったり、子供の頃から出てる親子三代夏祭りであったり、そういうところでやっぱり自分の団体で中心に立てるのは千葉出身の、俺しかいないなというふうに思ってます。そして個人的にも今体力も気力も一番ピークに来てるんで、その状態で、この千葉密着掲げた団体で頂点になって、もう今準決勝まで来てるんで、もうベルト見えてます。このベルトを取ってそれを掲げて千葉中に、自分の戦いをどんどん見せていきたいですね。なんでもうこのベルト取ったらもう千葉で、自分のこと知らない人いないような風にしたいので、必ず優勝してこのベルトを取りたいと思います。タンク永井が言ってた通りね、なんか地方行政みたいなことばっかり言うてね、試合の意気込み特にないっていうね、それっていうかタンク永井もう今に自分にとっちゃ、踏み台にもなんないハードルにもなんない、お前はただ負けていくだけや、次の準決勝、秒殺で勝ちたいと。自分は前の名前の火炎隊道場だった時の、最後のチャンピオンなんですけど、やっぱり前の名前でやった時の最後のチャンピオンよりこの新しくなった 2AW で最初のチャンピオンになった方が、これから 2AW を作っていく上では絶対一番そっちが必要なことだと思ってるんで、そのトップには自分が立っときたいと思いますし、この準決勝、藤田さんの自由にもっと自由にやった方がいいっていう意見はすごく自分にとっても刺さりましたし、すごいでかいことだとは思うんですけど、自分はこの準決勝は今まで海援隊道場から教わってきた、この 2AW でも自分が信じてやってきたプロレスで藤田実を倒したいと思います。はい、ですね、トーナメント、準決勝まで来て、シードの、吉田彩人と試合するわけなんですけど、ベルトはもちろん狙ってますけど、この準決勝ここを勝たないと、意味がないので、ここ準決勝を勝てばもう必ずベルトは自分のものに来るものだと思ってますんで、2AW、千葉密着、大事ですけど、ベルトを持つ者はプロレス界に響く選手じゃないと意味がないと思うんでですね、誰もいないんであれば私がいただきます。それぞれ準決勝で戦う選手についての印象を聞かせてください。ただの汗かきです。以上、ただの汗かきに負けるやつです。以上です。いや、このベルトの前のチャンピオンですし、ちょっと話はちょっと脱線するんですけど、私昨日高山アニアに出ておりまして、セミファイナルで、竹下幸之助選手と
と、清宮海斗選手が、やってたんですけど、まあ、あのぶっちゃけ言うとあのその人たちとね、争っていかなければいけない選手だと思うんですけど、まずは、新しい団体の、活性化をできなければね、あの外に目を向けられないと思いますので、はい、まあ、あの私が試合をして、吉田彩人をちょっと、まあ、査定するとは言わないですけど、はい、あの感じてみたいと思います。まあ、あの藤田実からはいろんなことを、まあ教えてもらえると思うんですよね。それは試合を通しても それまでもそうなんですけど、まあでも自分もその元チャンピオンっていうのもあるし、もう自分は 2AW を背負っていく覚悟でいるんで、いつまでもやっぱり、うん、外から来た人間に上から言われてるようじゃダメだと思うんで、まあそれは準決勝でしっかり結果と内容で示したいなと思います。内田選手としては、はい、この準決勝が一番大事だっていう考えですか？ああ、そうですね、まあ、あの、まあ、決勝ばっかり気にしてたら勝てない相手だと思ってますので、はい、その期待は裏切らないでほしいですね。逆にタンク選手、浅川選手はこう内田選手に対して結構団体厳しいこと言ってますけれども、どういった思いがありますか？やっぱり藤田実選手は、この新しく言った 2AW に刺激を与えてくれる存在だと思うし、まあまあ、2AW の選手全選手が意識するべき人じゃないかなと思います。だから、この汗かきに勝ってとりあえず決勝で、うん、やれることを楽しみにしてるんで、藤田さんよろしくお願いします。自分としてはそうですね、まあ、今子供2人目も生まれて、まあ、特にプライベートでも自由は今もうほぼないんですけど、そのプロレスのリングにおいては自由にやれるなっていうのを本当感じてるんで、その藤田さんが言ってたもっと自由にやれよみたいな言葉、もう心の底からリング上で体現してるなというふうに思ってます。いやいや、はい、わかりますよ、わかりますけどね、プライベートがね、あのね、あのうまくいってる人間はね、リング上でね、面白いことできるわけないと私は思ってますんで、はい、まあやれるもんなら、まあやってくださいよと。吉田選手はこう改めてこうシードからここからの登場になりますけど、はい、それに関してはという、まあ、そのシードからっていうことで、まあ、自分自身にもあの、まあ、それはちょっと違うんじゃないかっていう意見も結構お客さんからも聞きましたし、まあうんまあ、でもそういうのはあるにしても、まあ、結局は結果で見せるしかないんで、まあ、そうやってうん、ちょっとずるいよみたいな、せこいよみたいな、こう言われれば言われるほど自分もまあちょっと結果で見せて黙っとけよっていう風にしたい、まあそれでこそ熱くなるっていうのもあるんで、まあそれは全然自分は気にしてないです。吉田選手、はい、吉田選手ってのは逸材ですか？どうですか？あ、どと思いますけどね、思わないですか？はい、でもあの吉田選手じゃなくてね、あの隣にいる2人もね、あのやってくれると信じてますので、はい、まあちょっと行儀が良すぎるのがみんな気になりますけど、はい、もうあのあまりベルトを取った後の話をするのはあれなんですけど、僕はベルトを取るようなことがあれば僕と同じような気持ちのある千葉から去っていった人間を集めて、僕も一人じゃ
やっぱり限界がありますので、いろんな人間を招集して、私なりの千葉のリングの活性化をしていこうかなと思っております。こう内田選手はベルトを取った後の野望、ツメダブルでの野望があるわけ。はい、はい、あんまり言いたくはなかったんですけど、はい、せっかくなんで言います。何もないと思われてもあれなんで、改めてこう新しいベルトを見て4人の選手と、まあ、決勝で勝って、まあ俺は本気で、まあ、この団体を支配しに行こうかなと思ってるんで、うん、てか汗かきもそうやし、向こうの2人もそうやし、もっと本気を見せてもらいたいなと思います。その上で勝つんが、勝ってこのベルト取るんが、うん、本当の勝利やと思って、まあ、結構豪華に新しく言ったんですけど、豪華に見えますね。豪華に見えるんで、このベルト取ってその千葉のいろんなところに顔を出すときにこれを持って行って、まあ、アピールしていくのが、まあ、団体としても多分自分に望んでることだと思うんですけど、まあ、個人的にめちゃくちゃこれを取って千葉アピールしたいっていうのがあるんで、まあ、これが、必要なものだなっていうふうに感じています。チャンピオンはっていう座は、魅力的ですし、どれだけ本気かっていうのも問われましたけど、私は本気なんで、もう逆にね、ちょっとね、その発言、2人の発言がね、ちょっとまだ鈍いんじゃねえかなと思いますので、そこら辺もしっかり、教育していきたいなと思っております。まあ、準決勝も決勝も、まあ、間違いなく自分にとっても厳しい戦いにはなると思うんですけど、やっぱり、うん、誰よりもこの4人の中でも誰よりも最初にこのベルトを巻きたいと思ってるんで、そして巻いたからには自分もそのベルトを持ってずっとずっとこの 2AW 引っ張っていくっていうのを思ってるんで、まあ、ちゃんと背負っていくっていうのもベルト持ってると一番分かりやすいと思ってるんで、それをお客さんに示すためにも自分には一番必要なんじゃないかなって思ってます。はい。